学校法人の評議員とは、日本において、私立学校法の第30条第1項に基づき、学校法人を設立しようとする者が、設立に当たり寄付行為に定める事項の一つとしての、同項第7号に挙げられる、評議委員会の構成員を言う。私立学校法の第35条では、学校法人には、役員として、理事5人以上及び、 幹事二人以上を置かなければならないとあるが、第三十八条第一項で規定される理事となるものの中に、道場同行第二号には、当該学校法人の評議員のうちから、寄付行為の定めるところにより選任されたものが挙げられている。また、道場第四項では、幹事は、評議委員会の同意を得て、理事長が選任することとなっている。第四十一条学校法人に、 表議委員会を置く。2表議委員会は、理事の定数の2倍を超える、数の表議員を持つて、組織する。3表議委員会は、理事長が招集する。4表議委員会に、議長を置く。5理事長は、表議員総数の3分の1以上の表議員から、会議に封議すべき事項。を示して表議委員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から、20日以内に、 これを招集しなければならない。6評議委員会は、評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決を、することができない。7評議委員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数の時は、議長、の決するところによる。8前行の場合において、議長は、評議員として、議決に加わることができない。 第四十二条次に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ、評議委員会の意見を聞かなければならない。一予算、借入金、当該会計年度内の収入を持つて召喚する一時の借入金を、除く、及び重要な資産の処分に関する事項、二事業計画、三寄付行為の変更、四合併、五第五十条第一項第一号及び、 第3号に掲げる自由による解散。6収益を目的とする事業に関する重要事項。7その他学校法人の業務に関する重要事項で、寄付行為を持つて定めるもの。2全校覚悟に掲げる事項は、寄付行為を持つて評議委員会の議決を要するもの。とすることができる。第43条評議委員会は、学校法人の業務もしくは、財産の状況をまたは、 役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、もしくはその諮問に答え、または、役員から報告を調することができる。第44条表議員となるものは、次の各号に掲げるものとする。一当該学校法人の職員のうちから、寄付行為の定めるところにより選任、されたもの。二当該学校法人の設置する。 私立学校を卒業したもので年齢25年以上のもののうちから寄付行為の定めるところにより選任されたもの3000覚号に規定するもののほか寄付行為の定めるところにより選任されたもの2前項校第1号に規定する評議員は職員の地位を退いたときは評議員の職を失うものとする第46条理事長は 毎回経年度終了後2月以内に決算及び事業の実績を協議委員会に報告し、その意見を求めなければならない。ありがとうございます。